はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランク配っちゃってるんですけど、もうね、しみったすぎる、マジで。この5桁でさ、もう試合してると、もう勝っても負けても何をやっても一生死にたい気持ちにしかならん。相手も5桁だし、もう首吊りたいよ、首吊りたいよ、マジで。誰か殺してくれって毎日思いながらやってます。イベルザシアンアット1なんだけど、まあラッキー投げたいかな。さすがにサンダー重いよね。バンギはザシアン引きからで多分そこそこいけて、リザもまあまあ辛いよね。今回はね、バンギのドギも抜けるイベルザルになってるんで、これでいきましょうか。なんか昔は結構さ、相手の全ての戦術に全てこう対応できるなっていう3体の戦術を組んでたと思ってたんだけど、なんかね、あれなんですよね。僕が雑魚になったのか、このルールが悪いのかわかんないんだけど、なんか相手の選出っていうか6体のうちの何体かを見なかったことにして選出をするようになってて、てめえはなんで1回バンギ引いてんだよ、サンダー突っ込めよ、もうせめてさ、ボルトチェンジをするとかさ、あるでしょうに。あ、いきなりバンギに引いてるわけ。こういう、いや別に普通か、これぐらいは。バンギに、あー、まあ、弱歩とかケアしたのかな、ダイマックスの。全然僕が的外れな相手批判するだけでした。全部僕が悪いです。ここはまあね、バンギ引きで。相手近伝1体しかいないところまで見えていて、だザシアンがとにかくちょっと重いな。相手のザシアンが重すぎるんだけど、なんとかなりません。まあまあ、でもイベルでダイマ切ればギリギリなんとかならないことはないと思ってて、ナックル、それはまあまあ痛いけど、これ教習さんでいけるよね、さすがに。バンギぐらいは飛ばしてほしいと思ってるけどな。引いた。サンダー出てくる分には構わないと思ってるけど、まあ、とりあえず相手これでダイマックスは無駄打ちになって、あー、まあ裏ザシアンっぽいな。おすすめサンダーとかなんかな。これマヒルと結構命取りなんだけど、もうさ、僕はサンダー、あ、じゃない、ザシアンってさ、ヌオーで見るかネクロスまで見るかみたいな感じだと思って、まあギリギリだと鳳凰かなくらいで見るものだと思ってるんだけど、なんか普通にみんなサンダーをさ HB にして後投げすればいいみたいな考えをしててさ、普通に僕はみんなが頭おかしいと思ってるんだけど、なんかどうもね、この世の中ね、僕がおかしいみたいなんだよね。なんでかわかんないんだけど。死ね。優勝、オッケー、素直で死ぬね。ざま見やがれって話で、オッケー。でもね、違う、5桁の何が辛いって、5桁相手に運勝ちしてる自分って、この世界に存在してていいのかって気持ちになって、めちゃくちゃ死にたくなるんだけど、僕も5桁だから何でもなかったです。相手グラゾンだったね、裏。まあそれはいいかな。最後結局イベルで全部破壊するだけだから、ザシャン残しといてバンギより早い話ある？あるなら残したいんだけど、切っていいか。オーバーヒー、はい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 、へえ、面白い技打ってくるね。脱出パック、バカ力があるってことでしょ。で僕は裏2体をイベルで始末しなきゃいけなくて、ねラッキーで電磁波巻きに行く方がいいかな。いや多分イベルで少しでも削って
グラード相手にダイマックス切りたいっていうか、そこまではあんま切りたくないから、ステロ巻かれてるわけでもないし、ここ大事に行けばいいかな。トンボからでいい。グラード、なんか特殊なんじゃないかな。グラードの特殊って意味がわかんないんだけど、特殊技を持ってるだけなの。とりあえず、これで。で、ダイワームで、バンギー、なんとかなるから、それでいいかなと思ってるんだけど。ロックグラー。これが、まあ、何発当たるかで決まるかな、割と。ちなみにね、ここバカ力打ってくれると、それはそれで僕勝つんだけど。多分投げを打つのが一番、電磁波はグラードの引きがちょっともったいなくて、ステロ巻いて持ってる。瓦割りか。それは耐えるね。ワーム圏内まで行かないかな、これで。ワーム圏内臭い気がするけど。グラドン引きだったとしても、グラドン削れるから多分それでよかったと思うんだよね。瓦割りか。まあ、壁展開、始末できるもんな。で、これで、僕ダイマックス3ターンあるから、ここダイワーム切ってグラドン出てきて、で、アークレンダーみたいな感じで多分相手きついんじゃないかな。さすがにこのワームで落ちると思ってるけど。本当はね、鋼の翼とかがあるといいんだけど、まあ、ミミッキまで考えても悪くない技なんだけど、多分こっちでいいんだよな。こっちでいいっていうか、トンボ返りとスカーフの方が僕はいいと思っていて、ね、こだわっちゃうとバンギーが怪しくなるから。でも言うてね、ダイアークの破壊力は尋常じゃないから。あとバンギーとかラッキーとかでこうイベ見ようとしてくる人が一定数いるから、そういう人全員始末できるっていう3レベルなんだけど、なんか5桁でびっくりポケモン使ってるバカみたいになってすごい嫌なんだよね。まあアークで落ちないかな、これさすがに無理なのかな。さすがに無理なんだ。ちょっと思っても見なかった感じになっちゃったな。あーだるだる、てめえやりやがったな。あーもう宇宙一だるい宇宙一だるいこと起きた。あーここも死んでくれマジで。もう死にたすぎるこんなとこ。やば。弾だったら多分グラドン死んでんだよな。多分バンギより遅いと思っていて、いやさすがにどうなんだろう。ギリギリイベルの早い話ありそうだけど、多分落ちないんだよな。かわした。なんか殺せ。神。ざまみろ。あー、5桁で運勝ちしてる僕。首吊りたいね。あー、勝っても負けてもこの気持ち。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。普段の僕あったらね、さっきみたいな勝ち方をしたときに、あらん限りのね、暴言を吐きつけるというかね、そういうはずなん、手はずなんだけど、そうはいかないっていうね、なかなか、難儀なね、感じになってますね。これ、いや、ちょっとね、なんか雑誌案の処理に今度困るんだよな、ラッキー投げると。かといって、イベルラッキーヌオーって投げると、カイリュウが気持ち悪すぎるな。カイリュウが気持ち悪すぎるな。ザシアンを頑張って削る仕組み作りをしたい。
ザシアンから入ろっか。で削ればイベルで見れるようになるから、で裏ラッキー。サンダー考えるとラッキーなんだよな。サンダーの制圧力が半端じゃない。サンダーがこの世界を支配していると言っても過言ではないと思う。相手ステロマキーないな。そういう意味じゃあれか、ザシアンじゃなくて僕メタモン投げる話あるな割と。でもそれ初手メタモンになるな、それをやるんだったら。いやいくらなんでもないわ。気合のたすき持たせてんのも結構やだからね、投げたくない。まあメタモンがいるおかげでイベルがちょっとさ、あのスカフっぽくないっていうか全然玉っぽいっていう話はあるんだけど、ちょっとね、ちょっとイベルザシアンのね、あのザシアンサンダーオーガみたいなのに対する回答が何も成立してないのがマジでこのゲームだぞ。これはこれでよくて、相手どうするんだろう。まあオーガなんだろうが多分ザシアンより遅い。ああ待ったら抜けんのかなさすがに。180か200だけど、100か180になっちゃう場合もある。まあ、初手タイムあると思うけどね、10中8区。ただ僕、ザシアン失うと、相手のザシアンちょっとやばいんだよな。これ難しすぎる。こういう時ダイマックス切れないの、まあまあきついな。突っ込むか。あ、引いてくれた。いや、てか、これを解消しない限り、ダメだ。このゲーム多分、一生解決しないと思ってる、僕。ランドロスに対しては、イベルの、イカ様でいいやってことに気づいて、ちょっとなんとかなると思ってるんだけど、結局、サンダーザシアン、が無理すぎるよな。四つ目ランドか。まあ、イベル引くか。ガンプが嫌だな。まあ、それでも、まだイベル動けるからいい、動けるっていうか、S が元に戻るだけだからいいんだけど。あ、地震でかいね、ここ。相手、待って、裏切んねん、誰に。全然ジェット切りたいんだけど。さすがにイカ様か。多分ランドなんとかなるのと、裏にめちゃくちゃ負担かかるから。あー、ザシアンね。あのダイマックスを切らずにね、ザシアンに負担をかけれると思うんですけど、どうすかね。あ、いいね。いいね、これいいじゃん。今シーズン僕これでいくわ。これが強いと思ってる。ダイマックスできないから、これ解決できないしな。この動きいいな。これができれば、イベルザシアンラッキーって投げてもザシアンなんとかなるんだけど、初手ザシアンに入られると、から来られるとイベルがマジで死んじゃうから、初手ザシアン投げるしかないっていう。それがね、なんかね、ちょっと難しいところだよね。カイリュに対してもイカ様ぶち込み続ければいいからいいんだけど、ダイマックス、あ、オッケー、ここさんならいいわ。ちょっと気が楽になったわ。GG。お疲れっす。